クラシキデパート。クラシックといえば古市ぶっかけうどん。コーナー始めるのかな、どうなの、ね、ですよ、大正の初めぐらいできたんだよね。お兄さん見たことあります。ふわふわしっとりのヘルシーなパンクーヘン。パンクーヘン、はい、どうですか。お、ぜひ。あ、これラーメン待ってる感じ。はい、どうも、じゃあ。はい。寒いですね。まあでもこの、ね、出だしのこの十字架。ちょっといろいろ今日は懺悔しないといけないことがある。懺悔。まあ人はいるのかな、どうかな。まあでもこれね、礼拝がある。あ、朝からやってるんですか、うん。まあ身を清めるために、まあ今はやってないんですけど。まあ、12月24日、はいはい、毎年なんだけど、その、はいはいはい、キャンドルサービスみたいなのしてて。キャンドルサービス？そう。なんか結構綺麗な感じで、賛美歌とかそんな歌って、清子の夜とか、あ、清子、そう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 、ね、鶴形商店街、鶴形商店街、うん、もうこの辺が鶴形っていう地域で、あ、鶴形って、うん、あ、そんな、うん、でこのまっすぐずっと行ったら倉敷駅の、ああ、すごいですね、うん。これすっごいいい匂いする。なんかタバコを吸った場合割引はなし。保護者と向こうみたいな。すごい魚ね。あ、でも魚の匂いがする。これ鮮魚。鮮魚店だ。あ、そうだ。うん、止めないでと。うん、パーマ。まだやってんだ。いいですね、こういうとこね、なんかね。そう、これもなんか全員集合。なんかその当時のね、すごいね。なんかボンジュール。独特な。いや、すごい。入場無料らしいです。ああ。なんか独特な。すごい。あ、スピリチュアルカレーカウンセリング。パワーストーン。そういう感じなんだね。コンサート。え？隣もなんか雰囲気似てるけどね。似てますね。似てます。え？ヘッシー。やってんだろうね。もうなんか同じ雰囲気。うん。アクセサリーね。今カウンセリングしますよね。あ、本当だね。あ、クラシックといえば、はいはい、古市ぶっかけうどん。あ、コーナー始めるのかな、どうなんかな。ちょっと分からんけど、はいはいはい、ここにあるってことだから。でも、あ、多分移転したんだろうね。今は電気だけど、今その電気っていうのは、これうどんとかね。あ、美味しそう。あ、じゃあね、倉敷デパートと。なんかすごい。デパートね。あ、これすごい、これ出前のやつじゃん、これ。出前の。そう、だから昔やっぱ倉敷っていうのはその、宝石工場があったから、はい、この辺もそうだし、はい、蔵号かな、はい、あったから、やっぱそういう宝石っていうか、そういうね、衣類とかそういうのはすごい、ね。だからこういう感じで今も。ちょいちょいね、僕が、まあ、あと裁縫屋さんとかあったりとかだったけど、今はもうそんなにっていう感じかな、うん、ここはこの辺とかも本当に料理屋さんとか美味しそうですよ、ね、お品書きがもうね、あ、もうなんかおまかせコースがもう5000円からお試しコースとか、ちょっとしたなんか洒落てますね、ほんとに。ちょっとなんか気になるなんかお店が、え、温泉ですか、これ言って書いてます、言って書いてますね。恵比寿湯、大正の初めぐらいできたみたいなね。ちょっとちょっとこういう、そうだね、
お疲れで。はい。来ましたよ。来ました来ました。まあちょっと時間帯も時間帯なんで、やっぱりあの居酒屋ぐらいですからね。すごい。グリル。お兄さん見たことあります。お久しぶりです。しかも結構ずっしりしてる、ふわふわしっとりの、はいはい、ちょっとヘルシーなバンクーヘン、バンクーヘン、はい、あと今日ラストもう1個になってるカマンベールチーズケーキ、これ上に固形のチーズがこのままあって、はいはい、ケーキのすごいしっとりしてる、2つがそこ同時に楽しめるケーキになってます。どうですか。おぜひもし甘いものが苦手な方にはイカで当てありますよ。ぜひぜひお願いします。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 あのちょっとまあでもここ人通り多いってことですよね。お兄さんこうやってそういうことです。まさにちょっとあれなんですよ、夜の街を今日歩こうと思ってて。おーおーおー、では頑張ってください。すいません、はい、頑張ってください。いうわけで、視聴者さんが、はいはいはい、あのお兄さんを特集してくれと言ってたんだけど、なかなか会えなくて。なんて書いてある、人類を見捨てるわけにはいきませんと書いてある。でも本ちゃんのあれなのかな、 NHK 衛星放送ウルトラマウルトラシリーズ。そうこのまま行ったら美観地区やね。そうですね、美観地区入っちゃいますね。ちょっと一番か、一番結構ね、シャッター通りと言われてるような感じだったけど、昔は、はいはい、そうですね、全部潰したのね。なんかできるのさ、新しくないですか。まあ、ありえるとしてもマンションぐらいだね。ああ、確かに、うん、これも潰すようにしたんだろうね。そうですね、やっぱりもうなんかじゃあこれも商店街じゃないみたいな感じになるじゃん。ただの通りみたいな。そうですね。すごい。立ちの人だ。マッサージ。だいぶ変わりましたね、倉敷駅も。まあでもこのタクシー乗り場は全然変わんないね。ほんまに間違えてこの中ハーって入って向こう行こうかなと思ったらなんかタクシーの人めっちゃ怒られてバーって言わせて、お違うってだってみんな一台一台待ってるから、ね。この周辺で人の前に立ちふさがって、あるいは付きまとって勧誘行為をする、なんかいろいろあるみたいな ね、まあ、でもここは昔にナンパのなんかスポットだった。そうなんです、うん、あったらしい。本日はご来店いただきまして誠にありがとうございます。飲食街だね。エスカレーターご利用のお客様は黄色い線の内側の端になりベルトにお捕まりください。え、何これ、倉敷うまいもん村みたいな。すごいな。なんかロンドン気配ないですね。うん、まあ、でもこの倉敷を PR した感じで。なんかね、いろいろあるね。あるんだけど、これはなんだこれ。桜島。倉敷だな。桜島みたいな。なんかある。結構なんかいろいろ書いてるね。もう畳んでるのが結構自由な感じで、さっきもなんか店主が体調不良のためお休みですとかね。貸し店舗もうやってないんだ。
こういうのはあるんですけど、貸してるとか、ね、うん、美味しそうだね。そうですね、めっちゃ700円ですよ。うん、そうか、はい、出ました。表に出たね。あ、これラーメン待ってる感じ。というわけで終わりかな。そうですね、まあ、今日はいろいろ本当に倉敷の温かさっていうかね、なかなか一回温まったら冷えんぞっていうね。いや全然冷えんね。冷えないですよ、全然暖かいですね、うん、結構風強かったりしたんだけど ね全然減っちゃいますね、うん、なんか大正から100年ぐらいかな。だっていうことはあれじゃない、100年ぐらいになると、あの最近ちょっと話題になってる宇野と高松のフェリーの歴史と一緒ぐらい、そ う, です、ね、そういうのもやっぱ守っていかない、ね、そうだね、ここだけは本当石風呂でね、良かったですもん、うん、おばあちゃんもいい人で、ね、あとはちょいちょいこう行きたいなと思うけどね。そうですね、はい、というわけで終わります。あ、でもこれスナックつながってんだね。あ、分かります。高級感高級感ですね、うん、まあでもこんなことやってたらもうキリがないから、まあでも探せば楽しいとこあると。そうですね、いうことです。はい、ちょっと戻りますかね。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。